日本福島県藍津若松市中町中町は福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0878。藍津若松市市街地のほぼ中部に位置しており、新名通り南部の西側を町域とする。また、前述のように町内西部を新名通りが通っており、新名通りはアーケードなどを備えた商店街となっている。新名通り東側は、 栄町で、新名取北部は、大町、中央である。町名は、住民の要望からとされる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、せせなぎ川やその支流により形成された、扇状地に発達した藍津若松市の中心市街地の一部を、形成する。東は栄町、 西は日清町、南は西堺町、東栄町、北は大町、七日町に接する。江戸時代、藍津藩により、周辺の地域が治められていた時代、現在の中町周辺に中町という地名はなく、老町など、若松城城下の一部だった。老町は城下内の下町に属しており、商人や職人などが主に住んでいたとされる。明治に入ると、 江戸時代からの若松城下の町は再編されたが、老町は存続したまでは、若松老町。しかしこの際、後に、中町の一部となる栄町などが再編により、誕生している。1889年に、町村政の施行により、周辺の町は若松町の町となり、それぞれ若松を監視ない老町などの町名となった。そして、1899年には、 若松町の市政志向により、若松市の町名となる。1944年の新名通り開通などを経て、1955年には、当時の若松市と、高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併し、合津若松市となる。これより、イゴロ町など、周辺の町は、同市の町となる。その後、 1960年代に入ると、現在の中町周辺などを含め、会津若松市の住居表示が実施される。これにより、現在の中町のなど、多数の町が誕生した。よって、従来からの町名、町域は変更され、一部の町名は消滅した。中町は、1965年に、旧来の老町に加えて、大町立町、境町、北工事町、 京林寺町のそれぞれ一部が合併して誕生した。中条成立後、町域西部を通る新名通りを中心に商業が発達するが、近年は商店街の空洞化などが進んでいる。このため、中心市街地活性化を図る動きが見られ、新名通りなどにおいては、テナントミックス事業、ベンチ等の設置、イルミネーションの実施などが行われている。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。中町東部を通る新名通りの様子新名通りに加えて、町域西側を通る福島県道59号、藍津若松三島線で藍津乗り合い自動車によるバスが運行されている。また、観光向けのバスとして、ハイカラ山、赤部、江も町域内を通る野口秀代青春通りなどを、 経由して運行されている。系統通り、ありがとうございます。